白狼よ、見たか、ボロ船に乗った黒い犬ども、我らが港近くに停泊し我が軍の士気を下げようとしている。ああ、見た。エルミオンはどこだ。ルゴスに会いに行った。やつめ、アンクライトの者が王座にいるのが未だに気に食わんらしい。そこに黒の軍団だ、さぞ忙しいだろう。ドルイドはあの間抜けを説得しに行ったのだ。エルミオンの火星に行こう。彼に話がある。行け。ルゴスの間抜けに会ったらこう伝えてくれ。いや、何でもない。言葉ならドルイドが知っている。またな。モノの方が信頼できるな。クラブのやつ、今度は何だ。俺が悪いぞ。俺はクライトに平服などしない。分かったか。帝国に組み去ると申されるか。クラフの野郎よりミョルホグの勇気に味方した方がマシだ。K の進化も同意していると。裏切り者と呼ばれることになっても皆ついてくるのか。ここは我が領土だ。ドリードは口を慎め。それが謀反でなければ何だと言うんだ。吠えることしかできないのか。クラフに言われて首を取りに来たんだろ。来い、俺が相手になってやるぜ。かかれ。ゲラルト、スケリッジで騒ぎがあるときは必ずお前が姿を現すな。そりゃ違うぜエルミオン。俺のいないときもあっただろう。クラフの血族を大いにつけたのはお前だ。
お前はちょっとした内戦を引き起こしたのだ。長年人々はスケリッジの王冠をめぐって争ってきた。それ自体はどの国でも起こりうる左半事というよ。だがケイヤトロールドの血の宴は一線を画していた。人々は裏切り者を必死になって探した。思いがけないウィッチャーの仕事だ。その結果スケリッジには新しい女王が生まれることになった。ドラムンド一族は予想より早く攻勢に出そうだな。クラフの命でルゴスと協定を結びに来たんじゃないのか。協定だと？クラフがそんな絵空事を本気にするものか。計画をご破算にしたかと思ったよ。いや、ルゴスの死は必ず大きな変化を生じさせる。奴のいいとこが族長になるだろうが、指揮官としては弱く愚かだ。間もなく内乱が始まるだろうが、あっという間に終わるだろう。それにしてもなぜスケリッジに戻ってきたんだ。セリスの働きぶりはどうだ。素質は持ってるが、父親の影響から抜け出す必要があるな。ルゴス以外は皆支援を表明している。だが水平線に帝国軍が現れた時、相手を買って出たのは族長自身だった。ヤルマル、帝国軍に3度の攻撃を仕掛けた。クラフの意に反して出撃し、全て失敗だ。それでも志願する者は後を絶たない。ヤルマルらしいな。太陽の石について知らないが、伝説ではスケリッジにあるらしいが。ウロボロスの仮面の次は太陽の石か。お前が宝探しに夢中になってる間は怪物どもは安泰だな。アインシーデのエルフには興味がないが、銀遊詩人のアイビンという男なら何か知ってるかもしれん。昔未開の洞窟だか遺跡だかの話をしてくれたよ。そいつはどこにいる。今日か、エリンビョルンだろうな。真珠鳥のアーリングと半魚人のマティアスにも聞いてみろ。湾の東の端あたりの海で潜ってるはずだ。半魚人、なんだそれは。そういうあだ名だ。何時間も潜っていられる。なぜそんなことができるのかは知らんがな。そいつのことが嫌いなのか。何の恨みもないが、奴の父親と祖父も大嫌いだった。助かった。言っとくがな、その洞窟だか遺跡だかがもし魔法の力で守られていなければ、大昔にマティアスやアーリングの祖先が荒らして空っぽだと思うぞ。魔女を連れて行くんだな。一人ぐらいは連れてきてるだろ。今回は団体で来てる。そりゃ心強い。今忙しい。艦隊を見張ってるのか。艦隊？ああ、そういやみんなが言ってたな。いや、俺はもっと大事なことを考えてるんだ。俺の予想では今日なのだ。あの伝説の白芸ゲボルグが今日スケリッジの海にやってくる。この日を待ち望んでたんだ。特別なクジラが？亡霊たちが天国から海原へ向かうとき、
海蛇が海の怒りを呼び覚ますとき、そして氷の怪物が島を飲み込むとき、奴が現れる。あのクジラを歌った吟遊詩人はいないんだ。伝説には黒太陽の呪いの話はなかったか。黒太陽、何の話だ。気にするな。一緒にゲボルグを見よう。その後スケリッジにあるエルフの遺跡について教えてくれ。人が入れない洞窟があると聞いたんだが。ああ、人が入れる場所ならすでに泥棒が荒らした後だもんな。ほら見ろ、その顔は図星だな。泥棒だとは思わなかったが。洞窟の中を見たいだけだ、調査にな。調査？冒険小説を書きたくて取材をしてるんだ。シロの艦隊の話を書くのか、いいアイディアだな。よかったら俺の翻訳したギールバンとディリアンの歌も参考にするか。ああ、ありがたい。それで洞窟はどこだ。ケイア・トロールドから船で東へ、入り江にあって海側からしか近づけない。じゃあな。あ、白芸に会えるといいな。必ず今日現れる、俺にはわかるんだ。奴を集めろ。ニルフガード軍が門に。どこへ行くんだ。シリがスケリッジに調べておいた方がいい場所があるって。アバラクは何かを隠してる。前にみんなでスケリッジにいた時、アバラクが研究室の話をしていたの。ある時彼が研究室に戻るのに一人で瞬間移動を使ったの。忘れ物を取りに行くためによ。絶対に変。十分に怪しいと思わない。それで忍び込んであちこち漁るつもりか。そう、一緒に来てくれる。で、どこにあるんだ。アンドビクとスピカローグの間にある小島よ。かなり遠回りの寄り道になるな。太陽の石はアードスケリングにある。海岸沿いの洞窟で海からしか行けないらしい。入るには魔力も必要になる。研究室を探しに行って、私はアードスケリングを回るから、後で合流しましょう。フィリパ、あなたの目、魔法の力で回復したばかりなんでしょ。慣れるまで時間がかかるって言ってなかった。そうだった。あの人もよく神経を逆なでされるわね。行こう、シリ。先に行って。